序盤少し湘南はボールが持てます。大野追いつきそうです。畑ダイレクト折り返し、胸コントロールから大橋、シンプルですが効果的な攻撃です。ベルマーレ、そうですね、この大きなサイドチェンジからタリクからサイドチェンジ、これはうまく前に入ります。大橋引っ張る、右池田走る、スペースに出て池田、中を確認、ダイレクトでタリク、こぼれてくる。田中ありますね。畑が受けます。シンプルに折り返してくる。畑今日シンプルにもうボール上げますね。直接行く、ポスト抜けた、右足ちょうどゴールに向かうボールでした。今を今トミーも触ってますかね。うまく入れ替わってニアサイドを使う大橋、粘る、後ろからあっと右足が重なって池田の右足、you
逆サイド秋元胸コントロール、いい補正鑑定、ちょっと遅れた富池田が拾います、前にタリク食べて逆サイドを見る、タリクその後ろ、前半終了のホイッスルです。出してくれてますからね、はい、非常にいいプレーですね。岩尾のボールを狙っていた田中聡、行く大橋へ、これ奪い切ってそのまま前出ていけるのが田中の良さだと思いますし、まあ、ただ秋元ですか、ここをよくちょっとずれたかなっていう感じもありましたね。杉岡からタリク、サイドから平岡、中を見ます、宮に大橋、逆サイドから池田も絡んできたが杉岡、逆サイド秋元、今度は柔らかいボール、ブロック補正鑑定、落とす岩尾、足元補正鑑定、左足、変えます、杉岡、ディサロが受ける、その外、奥のいる、ヘディングで戻してくる、ディサロへ、関根に代わって荻原が入ります。まあ、秋元とコンビを組んで守備強度を少し左サイド上げたいということです。押された、シンプルにクロスを入れます、ヘディング大橋FC 今原を満了になり、YSCC 横浜へ行ってそこから復活をしました。まあ、今シーズン21ゲームで11ゴールのものを履いてアピールをしてきました福田、スペースに出ます、ファーストプレーです、福田翔、杉岡、折り返し、リサロ、セットプレーからでもあとセカンドボールですよね、拾いたいですよね、柔らかいボールを使ってきます、小泉、浮かせました、このボールがつながる、引きつけて中島シュート、まもなく追加タイムの6分になります。杉岡のキック、下がりながら県民艇、福田の左足、もう一度福田いきます、うまくマイボールにする、中確認、折り返しが大きい、
がピッチに立って勝ちたいなっていうのは本当に強く思ったし、まあ、それは僕だけじゃないと思うんで、そういったことを感じた、久々のゲームでしたね。こう最初挨拶行った時にこういろんな歓声が聞こえて、普通に鳥肌がやっぱ久々に立ちましたし、改めてこう力強い味方がこんだけたくさんいるんだなっていうのを、改めて感じましたし、だからこそやっぱりこう久々のピッチに立った自分の力でチームを勝たせたかったなっていうのは、思いましたし、あとはこうあのスタジアムで見てた試合よりもこう自分が立ったピッチで負けた時の方がこう何倍も悔しいなっていうのは思いました。点取れてないんで、点取らないと勝てないですし、こういいゲームして相手ワンチャンスものにされて負けてしまうっていうのは非常にこうもったいないゲームではありましたけど、そんなことでもやっぱり点を取らないといけないスポーツなんで、まあ、そこに作りかなと思いますし、クロスの回数であったりクロスの質であったり、あとはこうミドルシュートの回数っていうのはもっともっと増やしていけると思うんで、そういったところはやっぱり課題かなと思います。難しいですね。まあほとんどストレス発散、ストレス発散というかはできたと思いますね。まあ、個人的なんですけど、昨日第一子の男の子が生まれて、での今日久々のピッチでスタメンっていうので、いや勝てるかなと思ったんですけどそんな甘くなかったですね。まあ、まだまだ足りないということなんで、もう一回こう練習から、集中してやっていきたいなっていうのは思いました。取り切るところで、まあ、最後のところの質が上がれば勝てたんじゃないかな。もったいない試合だったなと思います。まあ、次節は天皇杯の福岡になりますけど、まあ、そこでもこうしっかり戦うところと、こうチームとしてやるべきことっていうのをしっかりサポーターの皆さんに見せれるような、まあ、そういうことこう勝ってみんなで喜べるように、僕らはもう絶対こう戦う気持ちは捨てないし、引き続きこう応援していただければありがたいなと思います。よろしくお願いします。いや、なんか感動しました。バス来た時もサポーターの人がいっぱいいて、応援して声出してくれたことにまず感動したし、で、あといっぱいこうやってスタジアムに入った中でもやれたらもうめっちゃ感動して、感動しました。めっちゃ、まあ、守備でも攻撃でもアグレッシブにやってこいっていうふうに思いました。圧迫感もあったし、なんかすごい舞台だなと思いました。本当に、まあ、守備でも攻撃でももっともっと違いを出せるように頑張るので、これからずっと応援よろしくお願いします。